がとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。久々に茨城に行きました今日はゴールデンウィーク初日かな、世間は多分なんか南風の予報だったから来たけど波がなかったけどさ、オーストラリア帰ってきてからさ、ずっと千葉南にいたじゃん。だからまあたまには遠出して気持ちいいね。まあ波はこんな感じなんですけど、まあちょっとまったりとこっちで人がいないから、ね、まあ楽しんでね過ごしていこうかなと思うんで、まあなんかちょっと明日若干上がる予報だから、まあ今日ゆっくりして明日もうちょいサイズあるのでできればなと。とりあえずでも一ランド目はまたしょぼしょぼな波だったんですけど、ちょっとできたんでよかったです。はい、今日は体のメンテナンスにサポートいただいてるこのセレネ整骨院さんに来ました。今回もがっつり歪みを直してもらいます。あ、また右が短いですね。違うの分かりますかね。違うの分かります。はい、ちょっとこっち足が短くなってて。いいですね。ぴったり。はい。ギュッとされてますよね。朝はコーヒーとちょっとハマってるスーパーに売ってるチョコです。店はどうかな。今日はね、風が結構強くて、でもサイズが上がったんで波はできそうなんで、がっつり練習していきたいと思います。まあ相変わらずこの天気だからか人は全くいないので、ストレスフリーで練習ができそうです。曇りです。今回は3ミリ、2ミリのセミドライヤー持ってきたんで、そっちを着たいかな。結構ね、ゴールデンウィークはぐらいまで茨城はブーツとかね履いてるイメージだったんですけど、今年はねブーツはいらないぐらい暖かいからまだ良かった。現在10時です。ちょっと寝坊しちゃいました。今天気だからね、風強いかなと思ったけど、意外と面は整ってそうだから、板も3本持ってきて、ドラゴンフライト初ショート新しい2本持ってきたんで、まあどっちか乗ろうかな。ちょっと着替えたいと思います。まだまだ始まったばっかりだから幸せだけどね。でもさ、中日はそうだけどさ、また週末、来週末ね、崩れそうだね。爆風だしね、なんか、まあ、土日春だからね。結構今南とかも多分全然良くないじゃないね。どう、波は今よりサイズ上がって、うん、跳ね方ぐらいはあるかな。風強い。風強い。なんか回ってるよね。回ってるし、サイドっぽいから、うん、完全な奥じゃないから。
構よれてる。あーだグーフィーはこれで張ってるけど、うん、レギュラーはなくなってるじゃん。結構防波堤脇防波堤の間波あるあるみたいな。結構一宮下とかさ、うん、千葉北ら辺もそうなんだけど、まあ、価格的にこうレギュラーなくなっていく波が多い。寄れるときどっち向きでも風がどっち向きでもあと練りの向きとかにもよるんだけど、なんか千葉ってこうなってる、うんうん、下からの練りが多いときはなんか結構夕日はバーンって早いんだけどレギュラーは消えてっちゃう。へこうなんか斜めに重なる波が多いと、なんか意外と千葉南とかはそういうのが少ないかも。ご果てないもんね。使ってもジャーンってなっちゃう。鬼のダンパーになる。形はいいんだけど、すごい当てどころが難しい。まあでも、いいよ。クリーンには見えるけどね。クリーンはクリーンだから、だからああいうとこ結構、うん、形よく見えて、うん、こう技する場所がないみたいな。まあ見てるのとね、入ってるのと全然違うだろうからね。全然違うから流れもあるね。多分左に流れてる、ね、右側の方だから。パドル強化してください。駅からそんなにそんなにこうやってあるから。そっか。まあちょっと今日もやっていきたいと思います。はい、行ってらっしゃい。プライベートサースセッション受付中。
こそこそこそこ、うん、早かったね。ちょっと早かった思ったより早かったでもまあ人もいないしいい感じだしサイズもあったから、ね、グッドグッド。結構疲れた。流れがあって、あーやっぱすごかった、うん、結構あった。うん、疲れたからプロテイン飲んで眠いよね。なんかこの昼飯食べた1時間後ぐらいマジでなんか雨も止んで風も弱くなって、ね、気温もなんか高いね。いい感じですね。でも疲れたよ。眠い眠いし、ね、そうそうやんないと風が東になっちゃう。北に変わりそうな予報だから変わる前にサクッとやんないと。次